ビタミン D! アツソチオチです。はい。今回はですね、前回動画の締めでコメント集計したと思うんですが、それをウームの社長、鎌田さんに報告しに行きたいと思います。鎌田さんにはですね、ボンボン TV に出ていただくのはですね、首ドッキリ以来なので、めちゃくちゃ緊張します。というか、あまりいい思い出がありません。ということでですね、早速、鎌田さんの、いる社長室に行きたいと思います。それでは、行きましょう。はい、というわけでここが鎌田さんのいるオフィスでございます。ということで早速ご報告に行きましょう。ちょっと聞こえないですけど大丈夫、大丈夫、失礼します。お疲れ様です。ビタミン D の取り組みの進捗についてちょっとご報告しに来たんですけど、そのメガネね、今日これしかないんですけど、ご報告させていただきたいです。そのメガネね、あ、ちょっと取った方がいいですか。いよいよ僕がお店を持つという企画をやってるんですけど、動画の1週間のコメント数かける客が回転資金としてUUMからいただくということだったと、今日はコメント数の報告と、まあ一体この金額でお店で建てれるのかっていうご相談をしたくて、まず実験、はい、段ボール馬車を作って馬車道で走らせていただいた。あれね、3862。すごい。実験、デート中の喧嘩あるある。あれね。4467。すごい。これが一番。いきました。妄想、横浜バレンタインデート、えっちゃんバージョン。1319。あれね。次、りっちゃんバージョン。あれね。あれです。レンガチョコで巨大お菓子の家を作ってみた。ダンボール魚釣り対決したら予想以上に。あれね。あれです。英語禁止、ボーリングで引っ掛け合った余地が大変なことに。あれはつまんなかったな。大量の割り箸の端で熱湯風呂チャレンジやってみたらってことで、英語計16586となって165万860。すごい、ありがとうございます。いつものコメント数よりも全然来てないでしょ。全然多いです。何、みんなヨッチーのクレームが多いの？いや、そういうわけ。ヨッチーのメガネのこうどこが悪いかみたいなこと、アンケートをしたいですね。昔といえばどっちがいいかっていう。ああ、それがいい、ね、それしたいです。それがいいね。それでついたコメント数かけるような1000円とかで YouTube 罰金をしてくれる。なんで1000円ってやばいですよね。10円とかにしてほしい。そんな感じでですね、165万。まあお店って開店できるもんなんですか？まあお店にもよるけど、ね、はい、単純に思うんだけど、はい、ちょっと無理なんじゃない？いや、今ずっと聞いてて、はい、開店のための資金だよねと思って聞いてたんだけど、はい、さすがに少ないんじゃないかなと思って、あと俺もいろんなお店を今までやってきたけど、何百万じゃちょっと難しいんじゃん。どうにかしたいのよ、ち。いや、やっぱどうにかしたいです。やっぱ視聴者さんも巻き込んでる企画なんで、どうしてもお店を持ちたいです。無理無理無理。いや、ちょっとちっちゃくていいんで、規模が。じゃあ、ヨッチの首をかけるのと出店どっち？あ、え？ボンボン TV や、首や、ボンボン TV や、首や。あ、なるほど。そりゃやっぱりボンボンはやめられない。お店を諦めるってことでいいのかな。いや、ちょこっ、いや、ちょこっ、まあ、いいこと言うな、ちょこっとだよね。開店とか、出店とかじゃなくて、露店、露店、出店、出店、あ、な、え、出店、出店ですね。期間限定とかだったら、ああ、言えるかもしれない。露店みたいな感じ。だったらうちはやめずに露店みたいな。それは回避したいですね。うん、ああ、じゃあ165万でも、多分できると。ああ、本当ですか。聞いてみるから、とにかく。せっかくこれだけ集まったお金だし、はい、やってみたいと思います。じゃあ聞いてみます。ありがとうございます。頑張ります。あとね、ビタミン D のね、D ってね、あと5秒くらい伸ばしてた方がいいよ。次回頼む。次回から伸ばしますね。うん、はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ引き続き頑張ってください、はい、引き続き頑張ります。ありがとうございます。はい、ってことで、お店は無理なんだけど、うん、なんか露店ならいいんじゃないって言われた。ああ、そうなんだ、うん、そうそうそう。でもさ、お店出せるんだからヨッチの夢は叶ってるよね。まあまあまあ、まあ、ね、確かにな。いや、露店でもすごいよ。まあすごいことだよね。で、結局さ、お店は出せるってなったけど、うんうん、何出す？中華街だから、ね、メニューしてほしい、クビナイトだよね。餃子とか、小籠包とか。あーあー、いいね、いいね、うん。肉まんとか。肉まんいいじゃん。肉まん、うん、あ、多分いい。いや、肉まんだったら結構さ、中身とかをさ、結構オリジナルのものできそう。確かにね。しかもなんか自分たちで、なんか売れそうじゃない、うん、現実的に。じゃあ肉まんにする？肉まんにしようか。まあ、一応多数決取っとく。肉まんの人、はーい。
決まり決まり、今まであのどんなメニューがいいかコメントしてくださった方、皆さんありがとうございました。ということで、そのメニューについてのコメントは今回で打ち切らせていただくんですが、今回なんとね、質問コーナーを今度やっていきたいと思いますので、今回のこの動画のコメントには、質問コーナーへの質問を募集したいと思います。まあ、うん、今まで結構普通の質問が多かったから、うん、デート中の喧嘩あるあるとか、うん、なんか妄想デートとかさ、そういうなんか恋愛っぽいのがちょっと多かった気がする。まあそうだね、ちょっとね、攻めたね、うん、質問とか募集してもいいかも。うわマジか、マジ際止めな、際止めな。うわー、俺はいいけど、二人は大丈夫なのかな、それ。まあまあまあ、答えられるものは、うん、そうだね。あー、そうだね、答えられる範囲でね。なるほどね、うん、ということで、この動画のコメント欄に質問をどしどし書いてください。ということで、この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。